歪み、はーい、ということでやっていきましょう。どうもラルクございます。ということで今回もですね、スマホ版にアンコライセンスを本垢の方やっていこうかなと思うんですけども、今回ですねやっていく内容に関しては新レジェンドステージの方ですね、引き続きやっていこうかなと思います。ということで、どこだどこだどこだ、こちらでございますね。はい、ということで時空の歪みですね、今回やっていこうかなと思います。で、途中まで進めてあるのでね、とりあえず今回はこちら覚えたての悪からですねやっていこうかなと思います。ちょっとスタミナが足りないってね、ちょっと全然進めないような気がしますけれども、まあとりあえず頑張っていこうかなと思います。で、このステージに関しては多分ミーニャがね確実に出てくるかなと思うんですけども、取り巻きがちょっとね、何とも言えないんですけれども、まあとりあえずまたね、あの悪魔のデビルワンコかな、あれの方が出てきたりとか、あとは従来の取り巻きが出てくるとは思うんで、とりあえずこんな感じで一旦様子見ようかなと思います。まあもしこれで無理そうであれば、またね遠征組み直してやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ早速いきましょう。ヒソジン、さあということでどうだろうね。まあ懐まで入っちゃえば正直ミーニャでいけるような気がするんだけど、どうしようか。これハイエナが来るイメージがするんだよね。確か出てきたよね、それで、あのニャンマ出してもっていうね、あれがあるんで、まあちょっと序盤は様子見たいところなんだけど、でもよくよく考えたんだけど、これさちょっとやばい、早めにさ進めないとさ、待って、これちょっと待って、ミーニャの攻撃バリ当たるんだよね。ちょっとやばい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 、早くちょっと6000貯めて、ハイエナ、ほらやっぱ来た、やっぱ来たよ。ハイエナ対策をしつつっていう感じをしないと、これは結構やばいぞ。あらら、ほら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 、もう序盤から結構やばいね。早めにちょっと6000を貯めて、とりあえずね。あ、もうちょいかな。ほら、やっぱハイエナがだるいよね。もうこれがもうね、めんどくさいんで、よし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 、オッケー。で、とりあえず、これで様子見るか。ミーニャの攻撃頻度もさほどって感じがするんで、いや、ハイエナの吹っ飛ばしがなければね、もうニャンマゲーなんですけども、さすがにそれはきついんで。いやー、でもデビルワンもちょっとだるいね。うまい具合に足止めされてるんで、そうなると、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。とりあえず、まあ、そろそろニャンマ投下しとくか。あ、マンボウがいる。あー、そう考えると、一応ラーメン入れといてよかったんじゃないかな。大丈夫攻撃。だな、なかなか早くハイエナが倒れてくれないとちょっと困るんだな、これちょっと困るんだな。あー、もうハイエナがちょっと、もう早く倒れてくんないかな。デビルワンコがちょっと邪魔してるけれども、オッケー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 、よし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 、オッケー。ここまでか、あー、もう一体いたんか、全然見えなかったんだけど、よし、これで消えたね。よし、あとはとりあえずどうでしょうかね。これでニャンマで突っ込んで、で、攻撃力アップになってるんで、まあ一回ノックバックさせれば多分ミーニャン吹っ飛ぶんで、あーやばい、ワンボーグ強くない？あなた。めちゃめちゃ強かったんだけど、これどうしましょう。いやー、オッケー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 。とりあえず、とりあえず、あー待って待って、何パーセント？お、ボボボボボ、結構やばいね、これ。これ結構やばいね。よし。とりあえずミーニャがとりあえず、お、来た。よし、これで大丈夫そうですね。オッケー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 。あー、むずい。これがね、なかなか厄介なんですよね。あ、ツバメンズが来た。よかった。先にね、ミーニャ倒しておいてよかったよ。これで大丈夫じゃないのかな。あー、でも意外と、このコンビ、なかなかいいかもしれませんね。オッケー。ちょっとマンボウグの攻撃がかなりエグいんですけど、まあ、ここまで来ちゃえば問題ないのかなって感じがするんで、あとはちょっと、ゆっくりやろうかなと思います。次のステージは、ミヤモクが出てくるんじゃないのかな。そう考えるとどうだろうね。なんかゾンビとか出てきそうな気がするんで、まあまた適当にちょっと、自分なりに編成ちょっと組んでみようかなと思います。はい、よし、 OK、 マンボウが倒れたんで、あとはこのね真っ黒いやつを倒して終了ですね。いやー、どうしよう、次のねステージのちょっと編成も考えながらやらないといけないんですけども、いやー、次もちょっと怪しいな、勝てるかな、ちょっと不安な気がしますけどもね。さあということで、さあ、あとご利用しだご利用し、よしよしよし、あともう少しでございますということで終了でございます。よし、じゃあ次のステージですね、行きましょう。はい、ということで次はですね、ウニデーモンスタジオということでですね。はい、ということでやつが出てくるので、とりあえず今からですね、ちょっと対抗して編成の方を組んでいこうかなと思うんで、よろしくお願いします。どう
だろうな。いや、わかんねえな。まあ、とりあえずこれでやってみるかな。まあ、無理だったらもう諦めますけれども。よし、ということで、とりあえずですね、適当に編成の方を組みましたので、今からやっていこうかなと思います。じゃあ行きましょう、出陣。さあ、ということで、ウニデーモンスタジオ、ウニか。ウニめっちゃ食いたいけれども、おー、背景がこれですね。おー、あ、そっか。あ、ちょ、待って。ちょ、待って。はい、ということで、いや、まさかね、ちょっとワンコ砲来るのちょっと完全に忘れてたんで、よし、気を取り直してやっていこうかなと思います。どうだろうね、これでゾンビが全然出てこなかったら結構困るところなんですけれども。いやー、まあ、とりあえず様子見ましょうかね。とりあえず、あー、やっぱでもゾンビ来るよね。で、上、一応そうだね、まあ、悪魔属性はなんとかなるんじゃないのかなって感じがするんで、まあちょっと、まあこんな感じやってみましょうか。おお、来たね。で、どうだろう、一応ニャンマ突っ込んだけど、どうかな、うまくはまればっていう感じがするんですけどね。そのうまくはまればっていう感じだけれども、ああ、来てる。OK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 。 なかなかね、厄介なところなんですけれども、 OKOKOK。 まあとりあえず悪魔さえ抜けられればゾンビはまあ正直目じゃないかなって感じは。どうだろうね、まあ、宮本がとりあえず、OK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 、早く乗り越えてからの、あー、やばい、やっぱ結構、来ちゃいますね。まあ、とりあえず、結構いろいろ大丈夫かな。にゃんまちょっとまずいね、これね。まあ、とりあえずそうですね。あ、OKOKOK、今突っ込め、よろしくないね。まあ、でも押された時にとりあえず、にゃんまでとりあえずなんとかなるかなって感じがするので、こんな感じでね、まあ、ゆっくりやっていきましょうか。はい。さあ、ということで、悪魔がちょっとめんどくさいね。で、どうだろう。ゴリンジュがちょっと、めんどくさいな、あなた。あなた結構、あ、でも結構悪魔やばいな。このまま行くとちょっと、やばいね。お財布がなんとも、ちょっときついな。OK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 。よし。で、とりあえず、そうだね。あ、これはちょっと際どいな。ニャンマが意外とあっさり消えてしまうんで、こう考えると、あ、やべ、ちょっとなかなかやばいね。これちょっと危ないぞ、これ。ちょっとなかなか怪しいな。いやー、超激ヤの枠、これ。あんまりちょっとこれ、よろしくないな。これちょっとまずいぞ、これ。大丈夫かな、これ。やべ、ゴリンジュって、おし、OK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 。で、あとはどうだろう、こいつさえ抜けられれば、あとは、よし、とりあえず一回ぶち込め。よし、OK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 。なんとかぶち込んで、で、あとはそうだね、やばい。うわ、でも意外と、ニャンマがあっさり消えちゃうね。これなかなかでかいところだよ。どうだろう、レッパでこれいけるかな。一旦ちょっとお財布が余裕がないんで、よし。もうちょいちょっと余裕が欲しい。ちょっと悪魔を早くささっと倒しての、頑張れ。やばい。ちょっと一旦とりあえず実験的に出したいところなんだけど、あー、でも強えな。待ってこれ。あー、やべ、まずいぞこれ。ちょっと、これはなかなかやばい。あー、待って、あー、負けたんだけど。嘘。ええー。